小早川秀明によって意外にも破壊されたからくり兵器、その修理に必要な材料を求め、長宗我部元親は西下孫一のもとへと舵を切った。やるぞ、さやかんところに行くぜ。なんだ今の音。別に、ほら行くぞ。そう、船内に小早川が潜んでいるとも知らず。伝説のあれ、早く飛べたいよ。小早川秀明、最下賞を食らう。小早川家臣、天海へ。全力西下孫一で、我らが誇る勇者小早川秀明がおもてなしを願っております。彼の上を満たせる者は至高の火力のみ。勇者小早川秀明か。まずはこの目で見定めてみたいのに。僕、小早川秀明って言います。勇者小早川、お前の名は聞いている。これほど早く会えるとはね。天海様、ここにも手紙出してくれたんだ。ねえ、誰かさ、この辺りの美味しいものを教えてよ。勇者を確認。常にも増したもてなしを。いつも以上のおもてなし、やったー。おもてなしか、一人旅の醍醐味だよね。醍醐も団子も美味しいよね。正面から本陣へ進行中。うわ、何これ、どういうこと。これ以上南極、我らは乗り越えてきた。棟梁、予定通り撤退します。我らの隠れ陣を見つけるとは。落ち着け、囲んでは同士討ちとなる。猫だよって喋っちゃった。目ざといな。我らはそれを歓迎しよう。もうやめない、僕の負けでいいよ。お前の噂は聞いている。個人技のみの強者と。これぐらいてんこ盛りにしてよ。
前は聞いたか、ヤタのカラスが鳴く声。見事だ。最後の我らもまた手合わせを願おう。ああ、手と手を合わせていただきます。我らの誇りを平らげようとはな。いい覚悟だ、誇り高き勇者よ。我ら傭兵との契約を望むか。傭兵の契約？焼き鳥か。予測以上か。計画修正の準備を。血気盛んな客だな。いつものことだが。敵方が上か。認めよう、それが真実だ。お前は死を恐れるか。痛みを、屈辱を恐れるか。切ってみろ。我らは何も恐れない。我らは誇り高き最下衆。これが我らの生き様だ。勇者小早川秀明、なぜ我らを選んだ。なぜって、美味しそうな鳥ののれんがあるし。我らの象徴をうまそうなどとあざけるか。誇りを重んじぬ者は勇者にあらずと知れ。あれ、なんか話がおかしいよ。今度は手紙に何書いたの、天界様。前略最下孫一と我らの誇り勇者小早川秀明がおもてなしを願っております。勇者、おもてなしはしてほしいけど。さらばだ勇者よ、我らは語り継ごう飽くなき追求者のその姿を。早くしてよね。